はい。えー、即解塾の久保です。今日はですね、NFT によって到来する時代っていうお話をさせていただきます。前回、えー、メタバースっていうことでお話しさせてもらったんですけども、その中で、後から NFT については解説しますねっていうことで終わってたと思うんですよ。まあですんで、メタバースですとかね、ブロックチェーンとか NFT について、興味のある方はご覧いただければと思います。えー、まずはね、結論から申し上げますけども、 NFT によって何が起こるかこれはね18世紀の産業革命レベルの変化が起きるということになります、えー、産業革命っていうのね思い出していただくとワットの蒸気機関ですとかねグーテンベルグの活版印刷などのこういった開発これが主になっているわけなんですけどもつまりはですね人間が移動するってこと荷物が移動するってことと情報伝達のスピードこれがねすごいスピードアップをしたわけですよプラス コストががすごく下がりました印刷物によって人々の考えっていうのが一気に多くの方に知らされるようになってその中で優れた情報自分に必要な情報っていうのが見分けやすくなったんですよね。でいい情報だなと思ったらさらにそれが人を介して広がっていく悪い情報といってもねそれもまた気をつけろってことで広がっていくつまりそれは今情報化社会と言われている私たちの時代にもそのままつながってるんですよね。 で、情報っていうのはいろんな価値基準や古い文化習慣を変えていきます。そして時代を加速させます。皆さんも思うと思いますけども、昔これが分かっていればこうしたのになっていうことがあると思うんですよ。それを昔じゃなくて今この瞬間に知ることができる。自分で思いつかなくても、世界中のどっかのものすごく頭がいい人が放った一言を、まるで,でね自分の思いついた概念のように使っていくことができるのが今の世の中です。ですので、 情報を使い切ることによって自分の稚拙なね考え方や自分の古びた情報を捨て去って新しい情報正しい情報をいつもリサーチすることによって、まあ、時代の最先端を行くことができるということなんですよねはいそして情報はですねそして産業革命はどこまで進化したかそれは人間が月に行けるようになるのに100年とかからなかったってことなんですよね1960年代に人類は月に行ったとされています 産業革命から本当に100年ぐらいでいっちゃうわけなんですよね、はい。そして今回ね、私の動画で皆さんにお知らせする情報提供する要点は3つにまとめました。1つはね、NFT で儲ける方法です。2つ目、NFT に関わっているメタバースとは何なのかってことを NFT を理解したという前提でお話していきます。3つ目は、NFT によって資本主義っていうのは本当に終了してしまうのか。 終了した後は何が訪れてくるのかっていうことになります。ではまずね、NFT で儲ける方法のお話です。NFT ビジネスの全体像、押さえておきたいポイントは2つあります。1つはですね、NFT というデジタル資産をブラックチェーンしたもの。ちょっと発音おかしくなりましたけどもね、NFT っていうのは何かっていうと、デジタル資産をブロックチェーン化したものということになります。二、ね、度言わしてもらいましたけどもね、えー、大事なことなんで、よく頭に。 刻み込んでいいてくださいそして2つ目ですけども産業革命後のように急速に拡大する NFT 市場があるよってことですこれが全体像の要点2つになっておきますまたね NFT ってのはどういうふうに定義付けすればいいのかってことなんですけどもまあ言うまでもなく NFT ってのはノンファンジブルトークンつまり大体不可能ですよってことです世界に1つだけっていうふうなお墨付きがいただけるのが NFT っていうようなね証明書っていうふうな概念ですねで NFT もビットコインのような暗号通貨も両方ともブロックチェーンによって作られてるんですよですんで改ざんが難しいってことになりますちょっと例えてみましょうか A さんが持っているビットコインも B さんが持っているビットコインも全く同じ価値を持っています A さんの1ビット B さんの1ビット A さんの持っている1ビットの方が 高いよってことはないんですよ。お金っていうのは誰が持っても平等に同じ金額。大富豪が持っている1万円も、やっぱりね、ちょっと収入が低い人の1万円も、マーケットでは同じ効果を出すんですよ。有名人だからって言ってね、1万円の価値が10万円になることはありません。で、ビットコインも同じ価値ですよ。誰が持っていてもそれは同じ価値ですよっていうのが、ブロックチェーンによって裏付けされてるんですよ。ところがですね、A さんが、 スマートフォンで何か、ね、撮影しましまた写真を一枚撮りましたその画像いい写真だなと思ったんで B さんに送ります B さんいい写真撮れたよって B さんに送るじゃないですかで B さんにも見た目は全く寸分違うの同じのものがあるわけなんですよ A さんのところにも画像としては同じもの B さんのところにも同じ画像がありますそして B さん A さんは他の方にも画像を拡散する可能性がありますというふうに世の中では同じ画像が無数に 反布されるわけなんですけども、一つだけ価値が全然違うものがあります。それがオリジナル画像という A さんが撮影した画像なんですよ、ね。じゃあそういうふうにオリジナルとして権利がありますよと、価値が高いですよっていうものと、そうじゃないコピー品ですよっていうのを見分けるものとして裏付けを取るのが NFT だというふうに考えればいいんじゃないかなってことですよね。えー、ちなみにですね、私が幼い頃、1947年ぐらいだったと思いますけども、 1947年じゃないな。70、70年代ですね。1970年代に、アニメで、ルパン三世。ルパン対クローンっていうね。ルパン三世の映画としては第一作目になると思いますけども、これがあ公開されました。何回も再放送になったりリメイクされてるんで、ご覧になった方もいると思いますけども、冒頭でこれね、主人公であるルパン三世が処刑されるんですよ。で、その処刑されたルパンを、 確かめに、ルパンが現れるんですよね。このルパン同じルパンです。でお亡くなりになったルパンとまだ生きてるルパンが2人ストーリーの冒頭で現れて最終的にオチをつけるところまでこの物語は続くんですけども今回のこの映画のテーマっていうのはねクローン人間による不死の追求ということになってますけども物語が進む2点3点する中で最後までね登場人物のルパン自身は 自分がオリジナルルパンなのか実はオリジナルルパンは処刑されていて今生きている自分自身は実はコピーされたクローンではないかというふうに回答が出せないまんま物語は進んでいくんですよね。で最終的には生きている自分がオリジナルで処刑された方がコピーのルパン三世だっていうことが分かるわけなんですけどもこの裏付けをどう取るかっていうことがまさに NFT なんですよ。 クローン人間ってものがこの世の中に現れると本当は見た目とか仕草とか言葉とか全く見分けがつきません全く同じ匂い同じ仕草、同じ癖をするんですよね同じ思考もしますですけどもまあ解析してブロックチェーン技術をその人に当てはめてみると NFT によって裏付けされたオリジナルとそういった裏付けのない無数のコピーっていうのが存在するわけなんですよねそういうふうに考えてもいいかなと思います このようにブロックチェーンによるコンテンツですとか物体とか人物の NFT 化っていうのは管理者のいない製品台帳を作る作業に似てるんですよね。まあ同時に管理者そのものはいませんからその承認作業っていうのは分散されて民主化して確認されることになります。これがマイニング作業です。つまりルパン対クローンという作品の中では世界中の人がこっちがオリジナルのルパンですよっていうふうに承認することができて こっちはコピーですよっていうふうに承認することができるんですよね。これがマイニング作業です。で、ブロックチェーンの3つの特徴、ここで改めてお話しておきますと、1つ目はね、改ざんができません。NFT も1回埋め込むとコピーができません。2つ目、中間業者なしで価値の移転ができますんで、例えば日本からアメリカにお金を送ろうとしたら、その間にいろんな業者が介在するわけなんですよ。手数料もかかりますし、時間もかかります。スイ i トコードっていうのが必要になってきます。 でも、ブロックチェーンを使うと、A さんのウォレットから B さんのウォレットに直接送金することができます、ね。中間業者なしで価値の移転ができるというのはそういうことですね。そして3つ目の特徴、ブロックチェーン。誰でも追跡可能で閲覧可能。つまり公共性が高い、透明性が高いということになります。そしてですね、ちょっと話題を 一番最初に戻すんですけども、産業革命後のように急速に拡大する NFT 市場っていうことになってきます。もうすでにね、この NFT 市場っていうのがどういうふうに動いてるかっていうのはいくつかの例でお話しすることができますけども、まずは最初の価値革命っていうのが2021年の3月に起きました。NFT を埋め込んだ2つの製品、出来事が私たちの世界を変えました。1つはデジタルアートというものなんですけども、まあこれはね、 デジタル上に描いた絵と言ってもいいですよね。まあ絵っていうのはコピーがたくさん出てます。でもそのオリジナルに NFT を埋め込むことによってオリジナルのそのデジタルアート自身は75億円という価格で落札されました。コピー品ってのは他の価格がついてますけどもとてもコピー品まで75億円になることはありません。ですんでね何か取引をして まあ、絵でもいいですよ。絵でも音楽でも購入したときに、これ本物かなっていうふうに調べることが NFT によってできるようになったってことなんですよね。えー、ツイッターの初ツイートが3億円で売られたっていうことも非常にね、えー、私たちの通貨の概念、価値の概念を大きく変えました。ツイートですよ。つぶやきですよ。デジタル上に多数のリツイートで拡散されたそれが元のツイート。 NFT を埋め込むことによって3億円です。はい、で NFT に2019年、えー、9月になりますけども参入した日本の大手企業がいくつかあります。例えば LINE、またメルカリ、GMO、あのミクシーも参入してます。マーケットサイズは2020年に400億円弱でした。400億円弱っていうとですね、まあ、私の住んでる町に ハローズっていうスーパーがあるんですけども私がそこに勤めていた時社員としていた時に300億円ぐらいのマーケットサイズでしたねスーパー一つで,で店舗は十数店舗ありました20店舗はないぐらいですねでそういうふうな無名なスーパーで400億円ぐらいなんですよそう考えていくとこの NFT の市場が2020年に400億円であったってことが想像しやすいんじゃないかなと思います そこから1年経ってどのぐらいのマーケットサイズになったか。それは1兆円を超えました。つまり1年で25倍以上になったわけなんですよ。1兆円というとそうですね、あれじゃないですか。携帯3社ぐらいじゃないですか。ソフトバンクとか、ソフトバンクモバイルですか。アイノとか、ドコモとか、au を想像していただければいいんじゃないですかね。これが大体超っていう世界です。ですんで、全くの無名。 っていうののが億億億円500億円1000億円以下の世界ですもう誰でも知ってるよっていうのがこの1兆円の世界です、えー、メタバースをはじめとする NFT っていうのも1兆円を超えたからこそ私たちが知るようになったということでまだ数百億円の頃ね、うん、例えばツイート初ツイートが3億円で落札されたなんてその瞬間私たちは知りませんでしたよねだからこのぐらい違うんですよ数百億円の時と 1> 1兆円とという単位で測れる時とこのぐらい浸透しているかどうかが変わってきます。で、メタバースってのを前回お話ししましたけれども、ここでもう一回ね、メタバースは何かなっていうことをお伝えしたいと思います。例えば私が運営している速下塾、こういったコミュニティ、オンラインサロンっていうのは、メタバースなんですよ。つまりは、リアルな空間を必要としてないでしょ。しかし、人的、物的、金銭的な交換と交流が、 日々起きてるじゃないですか。この仮想空間で起きている人々の交流。これがメタバースなんですよ。どうする随分身近になったでしょえ例えばね、即可塾のポータルサイトっていうのがあります。現実の世の中にそのポータルサイトをドンと置いてるところはありません。でもポータルサイトっていうのはデジタル上に無限の世界を持っていて、ここをね、いわゆるランドということができます。 メタバースについてのランドはまた別に、えー、説明する機会があると思いますので、ここではね、えー、速可塾というコミュニティの中の場所と思ってください。そのランド。そのランド内にも土地の価格はすでに設定されてます。ね、例えばね、私の速可塾のポータルサイトのトップページは一番ランドの価値としては高いんですよ。ですんで、トップページに掲載されるってことは、まあ影響力が莫大あるとは言いませんけどもね、速可塾の中では最も価値の高い掲載になります。トップページ。 そして、ミドルページ。これは 2, 2ページ目以降のことになりますけども、ここはね、標準価格です。そんなに高くはありません。で、一番最後の見られる可能性がほとんどないページ。これはボトムページといって、廉価ですとかね、えー、無料で提供するスペースになります。ただし、PV はあんまり期待できません。その他ね、YouTube っていう動画概要欄がありますよね。YouTube っていう動画の概要欄です。ここもメタバースですよ。 私の再生数の高い動画っていうのが何十万回っていうのがいくつかありますけどもその再生数の確率の高い動画の概要欄は当然掲載量高くなりますでも再生数が10人も満たないような動画そこに掲載する掲載量っていうのはまあほぼ無料で提供できるということになりますその他メルマガの掲載場所も大事ですよねメルマガの一番最初の1行目っていうのは メルマガが届けられた人のほとんどの目に留まりますから一番高い価格一番高い広告になってくると思いますそういうような感じで既にメタバースは私たちの生活にしっかりと食い込んでいてメタバースを使っている自分なのかメタバースをまだ使っていない自分なのかってことをこの立ち位置っていうのはすぐにわかるんではないかなと思いますよねじゃあまとめにですねメタバースの5つの条件をお話していきたいと思いますえまず1つ目永続できてあること突然終わっちゃダメですよってことですよね メタバースってのはリアルな空間にあるわけじゃないんで地上げにあったりね倒産したり地下からゴミが出たりすることはありませんデジタル空間ですから永続的であることは基本的になそうだということが言えますねえそして同期的であるってことが言えます同期ってやつですねつまりメタバース上にあるデジタルの概念そこにある価値観っていうのはリアルと連動してるってことです私が、 インターネット上に活動していることっていうのはインターネット上で完結してリアルの世界に持ち出せないかっていうとそうではありませんインターネット上でやり取りをした方知り合った方一緒にプロジェクトをした方と実際リアルであってもその話もできますしその続きをリアルでやることもできるわけなんですよねで3つ目無限の同時接続です基本的に速可塾のポータルサイトを何人同時に接続してもやっていけますズームライブもそうですよねズームの 採用人数の限界とかあると思いますけども Zoom ライブ10人しか同時に接続できませんとかね100人までですってことはないですね原理的に1億人でも2億人でも同時に Zoom ライブを見ることができるってことになります、ね、でもネットへのアクセスっていうのは無限上限なしに参加可能ってことですよね,ねで次なんですけどもコンテンツ提供ができるっていうのがメタバースの条件になってきます コンテンツが作れない人にメタバースになかなかね参加することはできないですよね。ただ見ることとか体験することはできますけども基本的にメタバースっていうのは自分がその世界で何をするかになってきますんで、えー、顔出ししたくないとかねまあ顔出しはしなくてもいいんですけども、まあ、コンテンツが提供できないってことになるとメタバースの参加はちょっとねできないってことになります。ただやっぱ人っていうのは存在するだけでコンテンツですからねそう考えたら誰でもできるってことになるかなと思います。で強いて 言えば最後の条件は社会貢献がででるってことですメタバース上でやったことっていうのは何がしかの社会を広げることとか貢献することとかんなんかねここは具体的になりませんけども誰かが受け取ってああよかったと思っていただけるようなそんなことができるのがメタバースの世界っていうことになるかなと思いますで NFT の革命についてももう一回ねここで改めてお話ししておきたいと思いますけども NFT の革命っていうのは クローズドなメタバースへの関わりってことになります。またこれがね、難しい言い方になりますよね。こういうふうに考えてください、えー。メタバース上で行ったゲームのポイント。ゲーム内での牽引性。ね、ゲームでチャンピオンですよみたいなこととかね。装備をいっぱい持ってますよとか。ゲームで勝ち残ってきました。みたいなね。で、こういうのが今まではネットのみで完結していたんですよ。じゃあ、まあなんていうのかな。インターネット上の ゲームで有名になりました。たくさんの、そこではポイントを取ってますっていうのがね、転職活動とか、彼女を作るときに、どのぐらいメリットとなるかっていうのが、今まであんまりなかったんですけども、これがね、これからはそうでもなくなってくるんですよ。例えば、まあ一定のね、ロールプレイングゲームをインターネット上でやってました。で、ものすごく有名になりました。でも匿名でやってました。そういう場合でも、その匿名に NFT を、 加工しておけばリアルな世界でねこのキャラクターほら電子照明見てください僕なんですよっていうことが立ち所にできるわけですよねつまりリアルな世界に持ち出してそれをメリットと感じる場所では使うこともできるしそのまま匿名にしておくこともできるということになります、まあ、私速化塾を運営していてですね私の提供したコンテンツですとか知り合った人材とリアルな世界でもやっぱこうやっていける っていうことがありますすすよよねリアルな世界ででも通用するわけですよえ例えば YouTube で100回200回とこうやってね喋っていきますけどもこの喋った能力っていうのは YouTube 上でしか生きてないかってそんなことなくって日常のトークでもやっぱり一定のレベルになるわけですよ喋りに慣れてくれば私はですから毎日人と会話してるようなもんですから会話のレベルもね通常あまり人と会話しない人に比べては高いんじゃないかなと思いますでまた信頼関係っていう面でも こうやって YouTube を通じてもしくはメールマガジンや文字を通じてですね、えー、多くの人と知り合った時っていうのは多分ねあのこの動画見てる方も感じると思いますけども今お住まいになってる地区で近所の方とね一緒にお茶を飲んだり30分1時間話し込んだ経験ってあまりないでしょうでも私の動画ってやっぱり見てますよねつまりこういうことなんですよリアルな世界でも通用するしもっと言ったらね リアルな世界以上にネットの世界メタバースの世界っていうのは信頼構築とかコミュニティを作るのに適してるかもしれないってことなんですよ。ねうんまあ、そこでまとめるとメタバース上で行ったトークの技術信頼関係鍛えた体っていうのを別の世界に持っていけるってことになりますよね。あ例えば A っていうゲームがあります。その、A、といいうゲームでいろんな装備を整えました でも基本的にその A っていうゲームを離れたらまた最初から始まっちゃうんですけどもメタバースを用いることによってね B という世界でもそれを持っていけるんですよだから A という世界で培った経験ですとか特技とか知名度っていうのを B っていう世界にもそのまま持っていけるんで有利にことが進められるってことになりますさらにさらにですよ近所のショッピングセンターや近くの公園ねリアルな世界でもそれが ゲームの世界で培ったものが使えて売れて買えるっていう世界がこれから来るってことです。じゃあこういった NFT とメタバースの世界を前提に今日の3つ目のテーマになりますけども資本主義は本当に終わってしまうんだろうか終わった後ってのは何が来るんだろうかってことをお話ししていこうと思います。それはね次の動画でお伝えしていきますんで一旦動画ここで終了させてもらいます。 じゃあまたネクストの動画でお会いしましょう。